ゲームのライフみたいな表示でさ、こうやって表してるわけ。これ全部なくなったら終わりだからね。ああ、なんかマリオの短期表示みたいな。ああ、そう。まあさ、そういうの気にせずにさ、はい、面接をゲームみたいに楽しんでほしいな。あ、うん、そうですか。よろしくお願いします。はい、ああ、何もうライフ減ったの早くない？何どうしたの？あ、いや、それにしても君の学校なんだよそれ。あ、これですか。ちょっとさっき追いはぎにあっちゃって、その間に合わせです。すみません。間に合わせっていうか、それ、はい、なんかメインの格好だろ。それなんかする時の格好じゃない？メインの格好ですか。わかりました。どうもローリングなと申します。よろしくお願いします。芸能人の名前を体で表現するのが得意です。いきます。ダンレイ、ダンレイ。わかりましたよ。うん、分かってました。うん、うん、なんか減るのね。分かってました。うん、死ぬほど不快だったからね今まで。まあいいや。君、じゃあそれじゃあ履歴書。あ、そうですか。じゃあトレーニング目指して頑張りますね。はい。あ、いいやいいや、やっぱいいや。分かる分かる、分かってた。君のプロフィールが分かる。はいはい。24歳の中野で一人暮らしだ。いや、28歳で横浜で一人暮らしです。ああ、あ、まあ、かっこつけた上に自覚しやがったな。なんなんだ。まあ、うん、変身アイテムゲット、履歴書。ああ、なんかデストロイヤーみたいな、なんか店長と履歴書がなんか融合して、なんか特殊能力みたいなのが出るのかな。稲田正輝28歳、死亡の時、金が欲しい。あ、履歴書の内容をただ言うだけだった。アピールポイント、俺超面白いから雇ってよ店長。俺超面白いから笑わしたるから、もう一信頼してくれよ。ダンレイコー。なんかちょっと複雑ですねこれ。はい。いや、もうね、アイテム取っちゃうと変身しちゃうんだよ。いや、そのゲームキャラになりすぎるのやめてもらえません。やめてもらえません。あ、どうしたんですか。